2016年1月20日奄美の短管森をやっております。今年の短管はみかん込み映えで害虫が発生したために、本土に発送はできなくなりましたんで、今早もぎをして、これは全部廃棄処分になる短管です。普通なら2月10日ぐらいに一番熟しますが収穫時期ですけども、もう早もぎで全部廃棄処分。今年は本土では短管は食べれないことになっています。下も映して、普通本来ならハサミを入れて2回やるんですけども、廃棄処分ということでこういう毛もぎ作業ですね。まあ、今日で5日目短管のアルバイトを初めてやりましたけど、ちょうど慣れた時期に今日で終わりになりました。まあ結構筋肉痛で今日で限界だったんで、短管は来年は食べれるでしょう。はい、以上です。お疲れ様でした。